人生の品質向上委員会第十四回始めていきたいと思います。私はすけ、えー、さん一九八四と申します。はい、えー、D マコットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッシュタグじゃあまず説明したいんですけども、ハッシュタグは、えー、シャープ I Q O L です。あのツイッターでお便り、感想、えー、ご意見などお待ちしてるんで。 ぜひツイートしてもらえればなと思ってます。で、えー、公式サイトの方が、スクラップボックス .io スラッシュ IQOL です、えー。こちらもですね、えー、っと、前回、あのー、コメントをオープンするって言ってて、まだできてないんですけれども、まあ、そもそも13回が配信できてないっていうんで、まあ、それもやらないといけないんですけど、えー、まあ、そちらにですね、あのー、各回の 小脳とえー、記入してるんで、そちらも、えー、合わせて見てもらえれば楽しめるんじゃないかなと思ってます。そんな感じかな？いつものあれ、いつも説明してた。こんなんでしたっけ？いつもこんな感じだったと思います。でしたっけ？ちょっと久しぶりなんで、あのちょっとですね。先週収録1回飛ばしちゃって、ちょっと体調悪くなっちゃって風邪引いちゃって風邪なのかわかんないですけど、急におの買いなくなって。 お熱が出て大変だったんですけども、まあ、それでちょっとふ2日ほど死んでたんで収録できなかったすいませんでしたもう体調は治ったんですか体調バッチリですね<お>あのその後北海道にも行ってきてあの3連休あったんで、はい、3連休北海道行ってスノーボードやってきたんでまあ体調はかなりいい感じですね よかったです。ちょっと前インフルエンザとかはすげえ流行ってたんでああそうなんですよで、ね、僕もねその北海道に行く3日前かなにその体調崩したんで朝一であのー、病院行ってインフルエンザやったらもう行けないじゃないですかキャンセルしなあかんな思ってもう覚悟してたんですけどもあなんと陰性だったんでよかったなって感じで大丈夫だったんですよ、ね、インフルはよかったっすいやーそうっすね いやほんあのー、スノーボードすごいよくて、よくてっていうか、追い込みましたよ。追い込みました。な <laughs> はい。はい、追い込むべき、追い込むべしというのがあの、このポッドキャストの教えなんですけれども、結構、かなり追い込んでス。スキーとかスノーボードって結構使えますよね。いや、かなり疲れましたね、今回。いつもナイターとかってやってるんで、 行くんですけどまあ大体7時ぐらいまでやってるんですけどナイターって。四半はい、はい、とかかなやってるんですけどいつもなんか5時ぐらいに上がっちゃうんですけど、はい、今回6時半ぐらいまで一日滑った日もあってあの足がバッキバキになって、はい、痛かったっすねいや僕も北海道出身なんであのスキーとか結構行ってたんですけど。 そなんか疲れる感じ分かりますね。普段運動しないんでね、はい、僕の場合は。それもあって、なるほどめっちゃ疲れましたね。なんか他には、はいな、なんか他に、その旅行の思い出みたいのなんですかこれよかったなみたいな。いや、そうですね。あの、だからスノーボードは、あの、僕16年ぐらい前からやってることに気づいて、全然うまくならないんですよ。もうなんか停滞してるというか。 毎年行っっててる割に全然くくなくなって、はい、最近はレッスンとかも受けるようにしてるんですけどちょっとなかなかうまくならないですね最近なんでちょっとうまくなりたいなーっていうのがあるんで、まあ、ちょっとどうしたらいいんかなっていうのがあの今の前悩みというかあの人生かけてやっていきたいなとは思ってるんでスノーボード。あのスノーボーボドどううやったらまくい うまいとか、どうやったらまだそうでもないっつうのが、基準があんまりわかんないですけど、はい。それどういう判断なんですかまあ、なんか、見た目ですかね。見た目 <laughs> 見た目まあ、見た感じなんじゃないんですかね。こう、慣れて、泣いてる感じで滑ってるかどうかみたいな。こなれ感というか。こなれ感 <laughs>。はい。お<ー>あの いやいるんすよね。なんか、こいつうまいなって思う人いるんですよ。ゲレンデとかで。やっぱこなれ感あるんですけど、なんかそこでそれは出せてないかなっていう感じしますね、僕はまだ。そうなんですか。うん。今は、まあ、なんか、先生曰く、なんかもう方向性があるらしいんですよ。いろんな、スノーボードも。その、カービングターンをこうマスターしていくんか、クラトリやっていくんか。 ジャンプやんのかとか,なんかいろいろ方向性があるらしいんですけど、まあ、その方向性をあの決められてないんじゃないかなっていうのがあってなるほど要はその目的意識じゃないんですけどスノーボードで何を表現したいんかっていうのが、まあ、僕の中で明確じゃないんで、まあ、それもあってなんか伸び悩みになってるのかなっていうのをまあ考察しました何かそんなスタイルがあるんですね スタイルっていうか、なん,なんていうんですかそう。なんか、なんていうんですかディアブロで言ったら、雷のビルドにするのか、<laughs> みたいな、多分そういうのといい、はい。はい、そういうことだと思いますね。あの、氷の魔法使いになるんか、炎に行くんか、みたいなの,の違いで、あの、装備とかも変わってくるじゃないですか。はい。だからそういうことだと思いますけども。へえ<ー>。うん。まあ、なんでちょっと、それは、今後ちょっと、 考えていかないとなーっていうか僕もまあただ滑ってるだけじゃないんでな何か,かせな,かなあかんなとは思ってるんですけどもう冬も終わっちゃうんでそうですねまあ、あと1回行く予定あるんで、はいまあ、それまでにちょっと方向性ちゃんと考えて練習したいなーっていうのとあとはまあシーズンオフになったらそのオフシーズンどう過ごすかっていうのもちゃんと考えていかないと。 いけないかな？ってちょっと思ってますね。なんかそのスノーボアーオフシーズンにできることあるんですか？まあ筋トレじゃないですか？筋トレわかんないですけど、足の筋トレ足の筋トレとまあ、バランス体感とか鍛えたりとかなんじゃないですかね。<ー>まなんかオフによくやるのはまスケートボードとかよくやってるんじゃないですか。あーはいはい。今、ね、スノーボーダーはうん。 ちょっとスケートボードは僕ちょっとできないんで。あとサーフィンですかね。あーサ,ーサーフィンもちょっと僕ちょっとあのちょっとあの無理ちゃうかなって思ってて。やったことある。キャラ的に。サーフィンはない,いや。やったことないです。やったことないですけどちょっとまあなんかイメージでしかないんですけど。<laughs> イメージ <laughs>。なんかあの火に焼けたいけてる人がやってるイメージがあるんで。 ちょ,ちょっと僕には向かないかなって思ってますけどね。へぇ、えーうん。さあ、ひざろとか行かないといけないし。<laughs> まずは見た目から入るっていう。<laughs> いや、そうっすね。見た目からやらないといけない。いや、わかんないですよ怒られ、こんなこと言ったら多分、サーフィンやってる人に怒られると、<laughs> 真面目にみんなやってると思うんで。はい。まあそうですね。まあでも、だから、スノーボード上うまくなりたいっていうのは、目標になかったですけどね。100リストに。あ、なかったっすね。はい。 ちょっとでもやりたいなっていうのがちょっとふつふつと湧いてきましたねなるほどあと、うん、めっちゃ寒かったっす北海道ですよねはいなんか寒波切ったらしくてはいマイナス10度が最高気温とかでしたねあえ札幌最高気温札幌よりも寒い方に行ったんですか <laughs> 真ん中ですした、ね、真ん中富良野に行ったんであじゃあもうちょい寒いかな うんなんかすんごい寒かったええー、その中あの孝、ー、行浴くしてきました僕また出た孝行浴くはいすごい良かったっすねまあなんかあの北海道すごくてあのー、水風呂露天風呂にあるんですよ <laughs> <laughs> やばくないですか寒い中にまた寒い水風呂がってことですよねそう,そう水風呂イン氷点下っすよ <laughs> どんなことかだなと思って、はい、もう敵むき出しなんですよ。<laughs> その露天風呂行ったら水風呂なんで外作ったんやって思うんですけどそうっすよね。いやーすごい寒い中に露天風呂あってあー水風呂があってほ<う>まあサウナも外にあるんですけどまあでもやるしかないなと思って入ってきたんですけどなんかあのサウナ出て入ろうと思って水風呂。 あのおけくっついてんすよ <laughs> こうって。ああ<ー>。滝滝ってなって <laughs> これねこれで水浴びるんかってすごい怖かったんですけど、はい、なんとかやりましたね。なんかすごかった,たいやもうなんか視界真っ白になってきてもうなんか寒いっていうか雪降ってるからかなんかなんかこう意識が朦朧としてるからなんかちょっとよくからん状態になって。 できてき <laughs> それだいぶ危なくなくいです <laughs> <laughs> いやそのままぐる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 回ってくるし、はい、でこう出ようと思ってあの木の手すりみたいなのんだらそこもまた凍ってんすよいやもう恐ろしいなと思って <laughs> そのままあの露天風呂の温泉入ったんですけど、はい、もうほんと極楽というかすごい何て言うかなこう合法麻薬みたいな。<laughs> 感覚っていうかねはい,いや北海道の水風呂っていうか、まあ、露天風呂すごい気持ちいいっすねやっぱそうっすよね僕があの,あの髪の毛 <laughs> はい、はい、パッキパキになりますしねあの年末年始僕が言ってたやつそう外であ<の>外が寒くてその中で寒<う>あの温泉最高っていう,う自動交互浴っすよ <laughs> いや本当に はいめちゃくちゃ良かったですよねええー、なんでまあ是非行ってほしいなって思うんですねこの氷点下に水風呂に入るっていうのはなかなかできることではないんであのやってみてもらってほしいなと思いますね是非機会があればいや本当に良かったですね北海道ラムシャブもめちゃくちゃ安くてびっくりしたラムシャブ食べたんですけど美味しかったっすかいや美味しかったですね おいしかったよりも、なんか安いっていうのがすごいびっくりして。なんか一人前1000円ぐらいでしたよ。で、めちゃくちゃいっぱい入ってて、あの、野菜とかも全部入れて。はいはい、肉も多分 200g とか 300g ぐらいあったんじゃないかなっていうぐらいの量で。で、1000円ですから。はい、めっちゃ安い。おいしいし。日本酒250円ですよ。<laughs> あの、2合。2> まあ、これも、なんか、 正直よくわかんない日本酒ですよね、たぶん。<laughs> あの、そう。日本酒って書いてて、お酒って書いてたんですよ。もうわかんないじゃないですか。日本酒とお酒って一緒ちゃうかって思うんですけど、お酒って書いてて、はい、250円って。1号<お>250円かな。確か。2号 250, 250円か二<う>2号で500円。めちゃくちゃ安いなと思って。なるほど。 いや良かったっすよ。いやじゃあぜひね聞いてる方チャンスがあればそうですね。氷点下の交互欲そういやめちゃくちゃいい。プラノのゲレンデもすごい良かったですしあの広いですしねなんかこの前ガーラのスキー場がめっちゃ混んでるっていうニュース見ましたけどはい全然空いてますし空いてるっていうかほとんど人いないですし。 で雪質もいいじゃないですか。そうす北海道なんで。もう、はい、最高ですね。やっぱ北海道のスキー場って、本州のに比べるとすっげえでかくて、空いてて、全然違いますよね。全然違いますね。やはり、おすすめ。はい。おすすめです。な感じかな。なんかありました。3連休は。3連休何もなかったですね。<laughs> <laughs> 何やったんすかえ何しだかな いやもういつも通り格闘技の練習行ったりとかゲームしたりとかディアブロやったりとか <laughs> そうっすねそんな毎日でしたそれも素晴らしい連休の過ごし方ですねまさにうんでねあのこのポッドキャストがですねランキングに入っててびっくりしました僕は素晴らしい、えー、昨日見たんですけど、はい、なんとあの iTunes の ポッドキャストの全体ランキングで196位までいってましたね、<お>僕は見たときは。やっぱノはもう県外ですけど。ノルだけで素晴らしいですよね。いや、そうっすね。びっくりした。あの、見たら、まあ、その、一番上がったとき見たら、結構、我々より下に結構有名な人のポッドキャストが入ってて、<laughs> そうそうそう。え、この人超えたのみたいなのがちょいちょいあって。<laughs> そうそう。いや、そうなんですよ。すげえなっていうとこっすね。いや、そうっすね。なんで、この多分、 この13回はもう収録済みなんですけど、この14回は、あの、その新しく登録してくれた、多分ね、登録者数でランクインし,してるんじゃないかなと思うんで、あの、ランキングあるんじゃないかなと思うんで、まあ、あの、新しく聞いた人の,あの方にはですね、ぜひ、あの、購読ボタンを押してもらえればなと思います。はい。購読。はい <ぜ>ひ <laughs> そうですねまあアンサブスクライブされないようにあの気をつけていかないといいなとは思いますけどそうですねまあでも僕らは僕らのやり方でやっていくんでねまあこの回数も50回でしたっけ年内50回目標あそうですね年内50回目標に100リストにあったんではいそれ目指してやっていきましょうそうですね そう忘れたこのポッドキャストの説明忘れましたね <laughs> はいあの人生の品質向上委員会このポッドキャストはですねあの人生をどうすればよくできるだろうかということをあの議論し探求し,していくということを目的にしたポッドキャストです、はいまあ、聞くだけであの人生の質が上がったということ声もですね数多く寄せられているのでで、ね、まあ とりあえず聞いといてもらえば、まあ、人生良くなっていくんじゃないか好転していくんじゃないか、まあ、そういうふうに言われていますはい是非、はい、聞いていっていただければなと思っておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ、えー、いつものように、えー、お便りコーナーに行きますかはい、えー、じゃあ普通お便りコーナーから行きましょう普通,お,た <laughs> の普通のお便りですね、はい はいい、えー、じゃあ1通目、えー、紹介させていただきます、はい、ちょっと言っただけのことをお便りとして紹介するのはやめてくれへん過悪いと、はいいうことなんですけれども、はいここれはどういうことですかまあちょっとした感想を我々に言ってくれる人がいて、まあ、その人の言葉を結構お便りとして紹介してて <laughs> <laughs> まあその人から。 このお便りとしてすぐ紹介するのをちょっとやめてくれへんということですよね。っていうまあお便りをいただいたってことですよね、はい。そうですね。まあでもちょっと言った言葉でもまあお便りはお便りなんでしょうがないかなっていう。まあそうですよね。まあだからやめませんってことで言いましね。<laughs> 結論はやめません。<laughs> まあそうですね。まあしょうがないということで。まあしょうがない部分。そうですね。 どうしても嫌だっていうことであればどうしても嫌だというお便りをいただければと思います。はい、はい。じゃあ次お願いします、はいえー。やりたいことリストを作ったのですが友達とのゲームが楽しくて済んでません。やらなきゃと思う一方でゲームが楽しいなと思ってついゲームをやってしまいます。目の前のゲームで人生の品質を向上させるのか 将来的な緑のためにゲームを我慢してやりたいことリストに着手すべきか、どちらが人生の豊かさにつながるか教えてくださいということです。なるほど。小池さんは、これはまあ、どう思いますかこれはだからの相談ってことですよね。はい、相談のお便りってことで、これは僕としてはですね、かなり素晴らしい状態にあるんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。と言いますと っていうのをあのこのお便りもらったときに書いたんですけど、はい、ちょっと思い出せますねなんでそう思ったかってことほ<う>なんだっけ <laughs> <laughs> なんで素晴らしいのかなん <laughs> <laughs> でだっけなちょっと待ってくださいねなんでだったかなでそうですねこれ思い出しました二つあるってことなんですよ 2> 2つなぜ素晴らしいかっていうこと一つは何て言うんだうかなこの人は二つのことをもうすでに手に入れてるんですよねその二つっていうのは要はゲームを楽しむっていうこととゲームを我慢してやりたいことをやるっていう二つのことがあるわけじゃないですか、はい、これはあのどっちもやろうと思ったらできることですよねこの人が。 でやっ,てるやってるわけですよね、はい、だ時にはゲームにやって時にはこうゲームを我慢してやりたいことやるっていうことをやってると思うんですけど、はい、これどっちもやりたいって思ってることだと思うんですよ。なるほど、うん、でそれよってできてるしこれはスターの,あの第12回の,あの回にあったと思うんですけど「樽を知る」ということで。あの 自分の持ってないものを望むのは良くないよっていう話があったと思うんですよ。はい、大金持ちになりたいだとか、その、こうあったらいいのになとかっていうのは良くないと。はい、むしろ、今自分が持ってるものを望みなさいとなるほどいう考え方があったと思うんですけど、そういう意味では、その自分がすいに手に入れられてるものを。 まあ望んでる希望してる状態だと思うんで、まあ、これは一つ良いことなんじゃないかと僕<お>は思ってるとじゃあすでにそのまんまでいいってことですかいやそのままで,でいいんですけど <laughs> っていうのは <laughs>、はい、あのあれですねこれはあのどちらが人生の豊かさにつながるか教えてほしいっていう問いに対する答えではないんですけど、はい、あの分析したところこの人はいい状態にあるというのが一つの、はい、あの その素晴らしい状態って言ったのは、それが一つですね。はい。で、もう一つ素晴らしいなって思うのは、まあ、これは僕の経験上の話なんですけど、このやりたくない、やりたいことが全くない状態ってあると思うんですよ。はい。要するに、楽しい、ゲームが楽しくて仕方がないっていう、そのやりたいことが全くないっていうことあると思うんですけど、そういう時って、 その本来やらないこと、やらなきゃいけないことに逆に集中できないんじゃないかなって思ってて。例えば、<laughs> テスト勉強しなきゃいけないのに掃除をしてしまうみたいなあると思うんですけど、はいちょっと違うか。<laughs> <laughs> ちょっと違うかもしれないですけど、まあ漫画を読んでしまうとか、はい、そのその時にちょっと漫画我慢しようなのか、 まあ漫画読んじゃうか、まあ、漫画読んじゃうんですけど <laughs> あのちょっと我慢してテスト勉強して漫画や読もうって思うとまあその何ですか漫画を読むっていうことを報酬にしてそのやらなきゃいけないことをできるって状態になるんじゃないかなと思っててああこれを頑張ったらその先にご褒美があるから頑張るみたいなそうことですね そうっていうのが結構あるんじゃないかなと思っててそういうのがない状態でそのやらなきゃいけないことだけがある状態だったら何もこう嬉しくないというかもうやんなきゃいけないことしかなかったら果たしてそれは本当にその人はそのやんなきゃいけないことをやるんだろうかということですね僕が言いたいのはなるほどうんだからゲームやりたいっていう気持ちがあるからこそ今ちょっと我慢してこのやんなきゃいけないことに 集中しようっていう気持ちが湧いてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。うどうですかまあ確かにそれは一理あるかもしれないですね。うん、あとなんかちょっと書いてるな。何だっけおそうですね。まあ、報酬のこと書いてますね。そうですね。そうですねまあ僕の意見としてはゲームやりたいならやっていいと思うんですよね。<laughs> いや僕の スタンスは今までずっと言ってきてるようにありのままを認めることなんでもうゲームがしちゃいっていう自分の心を認めてゲームをしていいんじゃないかなって思いますね。でこのなんであの人生あの将来的な実りのためにみたいなやんなきゃいけないと思っていることに手がつかないかっていうとそのことの重要性がまだ自分の中で理解できてないと思うんですよね。 ただなんとなくぼんやりやんなきゃやんなきゃって思ってるだけで、それがどんな重要性があるかっていうのは分かってないと思うんですよ。そのためには、なんでそのことをやんなきゃいけないのかってことをちゃんと考えて、もしもちゃんと理解したらゲームよりもそっちの方に行くと思うんですよね。いやー、なるほどね。はい。なんで、まずは自分とちゃんと向き合って、その目の前にあることが自分にとってどれほど重要かっていうことをちゃんと考える必要があると思います。 確かにまあその結果ゲームになるのかその違うことをやり始めるのかは分かんないですけどそれが必要かなと僕は思いますね、うん、それは僕も結構思ってやりたい頃リストを書いたじゃないですかで物によってそのやんなきゃいけないことに対するモチベーションが違うなっていうのを感じててイメージできてるものというかこれやったらどんな ことが待ってるだろうかっていうことがすごくイメージできているものはなんかこうそれをもうやる方が楽しいなって思えるぐらいにイメージがつくからできるけどそれやってどうなるんやっけみたいな例えば五徳を手に入れるみたいなまあすごいあれですけど、はい、あのまあそれ素晴らしい未来が待ってるんですけどまあなんかなんて言うんですか分かんない何これやってどうすんのみたいな。 例えば1年後にこのやりたいことリストを達成できたらよかったなーって言えるものじゃないものはなんか大してモチベーションもわかへんけど1年後にこのやりたいことやれてたらすげえ喜べるやろうなっていうようなものはなんか比較的着手できてるなっていう感じがあるんでだからやりたいことをもうちょっとなんか具体的に考えていくっていうその真帆さんの。 アドバイス的なものはすごく分かりますね。はい、これ大学受験も僕そうだと思ってて、あのまあ、いつかポッドキャストで話したいんですけど、大学受験って何で勉強しなきゃダメなのかとか、はい、なんで大学受験するのかっていう理解が足りてない人がもうほとんどだと思うんで、だから勉強に向かないと思うんですよね。なんでまずはその大学受験の勉強する意味っていうのを、その 生徒自身が理解してっていうことが一番大事だと思うんですよね。うん、なるほど。はい。それが分かれば、おのずと勉強に向くっていうか、確かに。っていうそうなのかもしれない。はい。でも、それを学ぶいい機会でもあるということですね、大学受験は。それっていうのはいや、その、要するに、物事っていうのは、なぜそれをやるのかっていうことをちゃんと理解すれば、 やれるようになるっていうことをその学ぶ機会というかああでそうじゃなかったらできないはずってことですよねそうなんですけど多分大体の人はもう分かんないままぼやっと過ごしてぼやっと終わってると思うんですよねそうですね僕の場合は単純に受験勉強楽しかったからそれで終わっちゃいましたけどねまあそれはそれでまたありですね <laughs> <laughs> まあそういう人だったらいいんですけどうもう大体の人は嫌々ながら勉強してなんか いや々ながらプレッシャーの中受験してっていう感じになってると思うんでなんかそこの意味をあのいつかポッドキャストで根本から考えて話してみたいですね確かにでもそれすごい大事だなと思って僕はそういうのあんまりやってこなかったからその大学受験の時も結局やってないから今そういうことはなんか結構考えることが多いかなって思いますねなんでこれやるんやったっけっていうことをあんま考えなかったかなっていう考える経験があんまなかったかなっていう 気がしますけどねなんでその受験生とかに考えるきっかけを意味を与えるポッドキャスト会をいつかやりたいなっていうそうですね,ですねやりましょうでそれで早いと早いうちにそういう経験をしてすべてのことにこう意味を、はい、意味を見出すというかまあなんか具体的に考えていく訓練をしていくっていうのを早い段階タイミングから伝えていきたいってことですねそうですねうん なんで、えー、この方に、えー、答える、答えを言うとするならば、えー、ゲームはやってくださいってことですね。<laughs> <laughs> まあ、今んとこそうなっちゃいますね。そうですね。ゲームはやってください。はい、それで、やりたいことリストに関しては、もうちょっと向き合ってみるっていうことも良いのかもしれないですね、ということですね。はい。 ではどちらが豊かになるかっていうのは、まあ、ないですってことですね。え、ということは、いや、つまりどちらが人生の豊かさにつながるか教えてくださいっていうことなんですけど、あ<ー>それはどちらとも言えない。これはもう我々からはどちらとも言えないんじゃないですかね。そうですねその。その人のありのままが結局どちらなのか、確かに。確かに。はい。だと思います。はい。 僕がじゃあ答え出すとゲームをやった方が豊かにつながりますと, <laughs> ということを伝えておきます <laughs> はいはいじゃあ次の、えー、お便りいきますはい、えー、Kindle の本を読み上げする発想がなかったので試してみると本の消化速度が3倍になったと アンドロイドでトラックボールんトークバック機能で実現できましたと、えー、人生を向上させる手段の一つにライフハックもあると思うので他に、えー、良いライフハックについて語ってほしいというお便りをいただきましたはいスケさんから何か他にい,いライフハックありますかありますねこれはかなりかなりかなりあるんですけど <laughs>、はい これ言ってるともう終わっちゃうんでじゃあ一つくらいいきますくつか紹介したいなと思いますえっ、ー、と一つは SBI ネット銀行のドカン戦法っていうのがあるんでこれ紹介したいんですけど知ってますあの SBI ネット銀行は知ってますけどはドカン戦法は知らないですねあの SBI ネット銀行って自分の名義その 名義がが合ってたら自動入金でできるんですよこれが多分 SBI ネット銀行しかできないんじゃないかなと思うんですけど、えっと、SBI ネット銀行の口座と自分の別の銀行の口座があるとするじゃないですかはい例えば僕の場合新生銀行の口座があるんですけどこれをえっと持ってた時に SBI 銀行側から 自動入金の,あの設定がでできるんですよ。つまり毎月あの6万円とか例えば決めて新生銀行から自動で SBI の方に移すみたいな設定ができるんですよ。で例えばそうした時に家賃の振り込みとかがある,あると思うんですけど家賃の振り込みをあのネットでやりたいってなった時にあの大谷さんが い口座振替に対応しなくてここの口座に振り込んでくださいみたいなことがあると思うんですけどその時って口座振替じゃないんで自動,に自動で振り込めないんですけどその SBI ネット銀行にあの自動振り込み機能があるんで SBI ネット銀行からあの毎月振り込むことができるとでもその SBI にお金があれば別にそれでいいんですけどいや給与は別の口座にあるんですみたいなことが あって新生銀行に給与が振り込まれるんだけどそれを一旦 SBI に移して SBI から自動振り込みするみたいなことができるんですよね。<お>意味わかりますまず最初に新生銀行に給料が入ってそれをそこからお金を SBI の方に移してそこ<う>からさらにあの家賃の振り込みを自動的にすると。っていうのを全自動に設定できるんで。はい なんか、今まで自分で振り込んでたみたいなのがあったったら、それを全部自動にできるんで、便利。まあなんか、その土管で、土管を作るみたいなイメージですね。本当は申請銀行から直接振り込めばいいんだけど、申請銀行にはその自動振り込み機能はないので、一旦 SBI を経由して自動振り込みするみたいなことはできる。まあそれは多分申請銀行じゃなくても、その、口座の名義が一致してれば、できる技ですね。 なるほどうんこれ結構便利で、僕は使ってたりしますねで例えば、えー、と株の口座に毎月3万円ずつこうなんだろう入金するみたいなことをやりたかったらそれもできるし全部 SBI に一貫集約してその後こうまた別のところにこうどんどんどん分けていくみたいなのをできるんで、まあ、それは結構いいんじゃないかなって感じですね これまたやり方変えときますね。じゃあ、スクラップボックスの公式を、公式を見たら、そうです。また載ってるということで。そうです。あの、僕の考え方というか、あれで、天引き再強説っていうのがあって、はい。やっぱりあの、天引き、あの、しないと、あの、なんだっけ。なんだっけ。あれ。<laughs> <laughs> えーっとですね。 えー、パレートの法則パレートの法則じゃないわ。<laughs> えーっと、なんだっけ。<あ>パーキンソンの法則っすね。<お>そのパーキンソンの法則っていうのがあって、あの第1法則、仕事の量は完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する。はっていうのと、第2法則は、質の額は収入の額に達するまで膨張するっていうパーキンソンの法則があるんで。 まあ要するに天引きしておかないとお金っていうのは収入の分だけ全部使っちゃうよっていうのがあるんでなんでその天引きしてまず収入が入ってきたらその収入の一定額は絶対に貯金するのかまあお金投資にするのかまあ確定拠出年金に回すのかみたいなのをまあなんかこうどんどんどん天引きしておくのがまあいいんじゃないかなって僕は思ってて まあ、貯金したければですけど、貯金したい場合はそういう手段が有効なんじゃないかなと思うんですけど。なるほど。それと、その SBI のそのネット銀行の、あの、土管戦法がですね、かなりあの相性がいいということをお伝えしたいですね、一つは。ほ<う>なんか、マゴさんありますライフハック。ライフハックスすかあんまないっすね。あ、なんだろうな。あの、アマゾンの定期便はいいよとかですかね。<laughs> ほう。 あの、すけさん、サプリメントとか飲んでますいや、飲んでないです、まあ。サプリ飲んでると結構いると思うんですけど、アマゾンでサプリって結構売ってて、しかも僕が調べた感じ結構安いんですよね。近くのダックストアとかより結構安くて。すいません。はいあの。お茶、お茶、お茶というか。<laughs> めっちゃカラカラカラーって音してますけど <laughs>。<laughs> 気にしないでください。はい。で、話戻りますと、 はい、<の>すみません。サプリメントとか Amazon で買うのが安くて、で、いちいち買ってるのよりも、なんか勝手に送ってくれるのがあるんですよ2ヶ月に1回とか、3ヶ月に1回とか。で、さらにそれで頼むと安くなるんですよね、10パーぐらい。なんで、あの、それを頼んでおくと安く定期的に勝手に送ってくれて、うん、楽っていう、うん、そんくらいですかね。なるほど、なるほど。そういうのはありますよね。ありますね。 なんかこう勝手に予定に入れるみたいなに近い気がしててはい、はい、なんか定期的に何かが行われることによってそれドリブンで何かをするみたいなのが結構あるなと思ってまあそれもさっきの家賃の振り込みと同じで自動化の一種かなって思いますね <laughs> ああそうですねそうですね僕はそんくらいですかねだから僕のパーソナルトレーニングとも結構それに近いものがあって 毎,毎週毎週こうトレーニング行くからそのトレーニング行った帰りに絶対次のトレーニングの予約をするからその行かないってことがないというか途切れないっていうか自動化されてるみたいな感覚なんですよね。なんですよね。はい、これがなんかこう自分で行くってなるとまあ今日はいいややめとこうみたいになるんですけど、はい、その予約によるこの強制力でなんとか続いてるみたいなところありますね。なるほど でも僕の ZOZO タウンのおまかせ定義便は毎月届いたやつそのまま開けることもなく <laughs> 最近変装してますね頼んでたんですかそれ頼んでるんですよ <えー S 1> 何回か買ったんですけど <はい S 1> やっぱりちょっとお金がないということで全部返品してますねまあ思うのは服ってそんな消耗品じゃないと思うんですよね結構一回買ったら結構着ようと思えば着れちゃうんで おまかす定期便で服がどんどん着たらどんどん溜まっていく一方で大丈夫なのかなって思いますねなんかねおまかせ定期便はやっぱり面倒くさいですね面倒くさいはいなんか家に着てても着るん面倒いんですよ、はい、もう,ほう家に家にあるんですよ服がありますよね <laughs> あってそれ着て OK やったらそれを買えばいいっていうぐらい楽になってるん にもかかわらず着ないですよそもそも。てか箱開けてないしそもそも。なるほど。<laughs> はい。なんでそれぐらい服買うのって大変なんやなっていうのがあのまあこれは僕の感覚なんかもしれないんですけど服買う難しいなっていうのが正直な感想ですね。僕も T シャツ好きで結構買うんですけどほとんど着なくて家で眠ってるんで将来なんかポッドキャストでイベント開いたら <laughs> T シャツ持ってって。 プレゼントしたい,いと思うんで。あいいですね。僕味噌やるんで、<laughs> マオさん T シャツお願いしていいですか。はい、えスケさんは味噌ですか。は僕味噌やるんで、味噌担当するんで。わ <laughs> かりました。はマゴさん T シャツ担当。T シャツはいはい。あとはなんですかね。あともう一個あるのは僕のライフハックというか人生の品質向上させることなんですけど、はい、あのドライヤーって知ってます。 え普通に髪乾かすドライヤーじゃないですかそれです、それです。はいはい、知ってます。そのドライヤーなんですけど、はい、そのドライヤーはいいのを使った方がいいっていうことなんですよ。あの、髪の乾かす時間、めちゃ長いじゃないですか、もう、毎日お風呂入りますよね。僕は入るんですけど、あのやっぱりお金、髪の毛毎日乾かすんで、その時間って無駄に、バカにできないぐらいの時間なんですよ。 だからそのいいドライちゃんと買ったら紙乾かす時間めっちゃ早くなるんで多分すごい人生の時間がすごい短縮される短縮されるとか圧縮されるんでドライはいいの買った方がいいですね結構僕安いやつ使ってるんですけどはいそれがなんかあんま風量がないですよねあそうそうそう <laughs> ふわーみたいなそう <laughs> なんか風量あるあの僕は使ってるのは あの美容院で使われてるやつなんですけど、はい、の,のびっていうやつなんですのびやったかななんかそんなやつなんですけどそれがすごい風量があってあの一瞬で乾くっていうんでそれ使ってるんですけどやっぱり全然乾く速度違いますよ特に多分女性の人とかやったらもう全然変わってくるんじゃないかなと思いますねなるほど。髪の毛長い方であればもう多分10倍とかはもう、はい 時間変わってくるんじゃないですかね、うん、なんでドライヤーはいいの買った方がいいっていうのが僕のライフハックですねなるほどうんまあ他にもいろいろあるんですけどこれ思いついたらまたどん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 テーマに追加して紹介したいなと思いますいつかライフハック会やりましょうそうですねあの集めてきて、はい、あの調べてねしかし Kindle の読み上げで本の消化速度が3倍になったっていうのはすごいことですね そうっすね。3倍になるんですね。3倍ってことはどういうことですか今まで1日1冊やったのが1日3冊になったってことですよね。<laughs> 言ってみれば、まあ。単純計算だとそうっすね。そうっすね。はい。すごいな。はい。まあ確かに、Kindle の本の読み上げはいいですね。僕まだ使ってないん、ね、で、ちょっと。<ひ>使わないとはい。ぜひお願いします。はい。 お便り以上ですねあの大体お便り終わる大体50分ぐらいになるっていうのが <laughs> あの最近のま収録段階ではね <laughs> そうですねこっからグッといくんでね僕の圧縮技術によってあの,あのかなりね編集技術も向上してきてすごいですよ1時間20分ぐらいやったらもう1時間切ってきますからね <laughs> あ圧縮率が。 圧縮そう1時間20分ぐらいの番組が1時間切ってくるんで、はい、かなり圧縮しますね素晴らしい、まあ、時間いかにその濃密な時間にするかっていう方が大事やなと思っててそのポッドキャストっていうのは、はい、もうポッドキャスト界のもう僕らも重鎮と言っても <laughs> <laughs> 過言ではないのでランキングに乗ちゃいますそうですね語っちゃいますけど やっぱりそのしっかりと内容を詰めていくというのが大事かなと思って、はい、考えてる時間は別にカットすりゃいいんでそうっす、ねうん、できるだけこう正確な情報をその場で調べて語るっていうのがまあいいポッドキャストになるコツなんじゃないかなって最近ちょっと思ってます、うん、どうですか確かに別にその収録段階ではこの間ができたとしても それが後でカットすればいい話で、うん、そうその間の間であのちゃんと調べてちゃんと話すってことですよねそうですはいその通りだと思いますうんまあそう思ったんですけど SBI のちょっと話はちょっと間延びしてましたね <laughs> 自分でちょっと反省してるんですけどなんかうまく話せなかったなってでも実際編集すると素晴らしいまとまりになってるかも <laughs> あの全部カットされてるかもしれないですね。まるまるカット <laughs>。<laughs> はいじゃあ、えー、今日のメイントピックの方に入っていきたいと思います。はい。大丈夫ですか大丈夫です。はい。じゃあお願いします。これはちょっと僕が話したいなと思ってたことなんですけど、もし皆さんが健康でいたければアルコールとタバコとカフェインはやめるべきっていう話ですね。ほう まず、スケさん、この3つ取ってます。いや、今飲んでますよ、アルコール。今。はい。なんなら。アルコールナウですね。今、ハイボール、今もさっきカラカラ言ってたと思うんですけど、ハイボール作って飲んでましたけど。アルコールナウ。スケさん、タバコは吸わないですよね。タバコは吸ったことないですね、今まで言っても。あと、カフェインはどうですかカフェインは毎日あのコーヒー飲んでますね。コーヒー。はい。なるほど。まず、アルコールですけど、はい。 まあ最近の研究によるとアルコールってなんかちょっと少量なら健康にみたいな話があったありましたね。思うんですけどそれ一般的に結構信じられてると思いますけど実はそれ嘘で飲めば飲むほど健康を害すると一口飲んだら一口飲んだ分健康を害するそれは本当なんですかそれはこれはまあ最近これで話題になってますねそういう研究結果があるって話題になってるんですけど はい、本当なのかということを僕は言いたいですねまあそれを検証するならもう論文を探っていくしかないですねなるほど <laughs>、はい、いや「百額の蝶って言われてましたからお酒は僕はそれ信じてお酒飲み続けてましたけど一口ならいいって言いますからねとか言いますねうんあとアルコールが飲めないのってこれも最近の研究結果らしいんですけどはい なんか最近は進化の結果人類の進化がの結果アルコール飲めない人が増えてるらしいんですよねはあ、はあで。僕も実際アルコール全然飲めなくてあと僕歯が少ないんですよ。はい、これも人間の進化のなんか特徴の一つなんですけどそうなんですかそうです人間は進化の結果歯が少なくなってるって結構有名な話があって、はい、なんで僕アルコール飲めないかつ歯が少ないっていうことは だいいぶ進化しててるっていうことです。<laughs> <laughs> そうなんだあのスケさん親知らずとか生えました生えましたね<う>抜きましたゴリゴリシューズしてはいマジっすか痛かったっすね僕生えないんですよ親知らずですかなしなんですよ、ね、へえ<ー>しかもさらにもう2本少なくてうんなんか奥歯でなんかかもうとすると歯茎に当たって痛いみたいな それが進化なんですかそうっす、す進化です <laughs> えそれは何かデータがあるんですかそのあるらしいっすね <laughs> ちょっと待ってください今ちょっと笑っちゃったなちょっと全然関係ないんですけど、はい、その小ノートに貼ってくれたじゃないですか進化の結果ってこのこの記事あの僕が昼間に貼ったあの <laughs> <laughs> 本当だ <laughs> すんげえうさんくさいなーって言ってた記事じゃないですかまあこれもちょっとあれですね真偽は怪しいですねなるほどつまりアルコールが飲めなくなってるのは進化の結果だっていうのは怪しいってことですかまあ,ある一節だと思ってくださいなるほど <laughs> <laughs> なんか全然全然でもないですけど関係ないんですけどあの進化論ってあるじゃないですか はいはい、ダーウィンのあれ何なん,なんすか何なん,なんすか、ね、<laughs> あんまりよく分かってない僕ちょっとよく分かってないんですけどまあ,あれって進化論っていうより、まあ、自然選択とか自然淘汰とかほぼ同じ意味ですけどまずあの生物の遺伝子っていうのはいろんな突然変異やら何やらでいろんな特徴を持った個体が出てくるんですよねなんでその個体が出てきた結果 自然に一番適した人が適した個体が残ってその遺伝子が残っていくみたいないう話なんですよね。なんで、もし、あのもしも地球がもっともっと寒ければその寒い環境に適した個体が残るかもしれないし、うん、まあこの今残っている生物っていうのは、うん、そこの環境に一番適したものが残っているっていう話ですね。それがダーウィンの進化論の話ですか なんかそれがなんかちょっと否定されてるみたいな話ってなかったかなって僕は思っ,て思ったんですけど、はい、な,んかなかったでしたっけそういうのちょっとパッと思いつかないですねうーんなんかね要はキリンの首が長いみたいな話とかありますよねあれはなんか生き残るのに首が長い首の何ですか木の上にある木の実を 食べた方が生き残りやすかったみたいなんで、どん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 首が伸びていったってことなんですかなんかたまたまやみたいな。なんだったかななんか、なんかね、その辺進化論的な話とかあまり怖がってないんですよね。まあでも、よく言われるのは、まあ、別にその進化の結果、自然淘汰の結果、今残ってる個体が、その理論的ベストなかどうかっ,て言ったら別にそれはまた別で、まあ、確かに人間は腕が4本あった方が、いろいろできて、 理論的には良かったかもしれないけど我々が今日本なのはたまたま日本になった答えが出てきてそれが残ったからみたいなうん、うん、そういう話もありますねうん、なんか僕もねちょっとこれ気になっていろいろ調べたんですけど,調べたんすけどあのこのダーウィンの進化論のあのー、否定派というかがよく言うよく言ってるか言ってることがあってこれだ進化論の反対者は まあ不完全な目不完全な翼などは役に立たないっていうふうに言っててあのまあそういうふうに反対する要するに何て言うんですか今なんか結構の生き残ってる生物の中にもその不完全な翼を持っているものもいるじゃないかみたいなことですかねこれっていうのはそうですねだからそれがさっき言ってた何もこの完璧な理想が今全部残ってるんじゃなくて ちょっとずつこう選択されていってこっちの方がある状態よりかはいいだろうっていうんでそれが残ってきてるっていうことですよねはい最初進化,論進化論に反対する意見があるのってキリスト教の影響だと思うんですよねキリスト教ってまず神がいろいろな生物やら何やら作ったっていう話があるんではい、はい、その進化の結果いろいろ個体が変わってきたみたいな話は キリスト教的には受け入れなくて、そこでぶつかったっていうのは有名な話ですね。なるほど。なんでキリスト教の、まあ、なんだろう、熱心に信じる人は、うん、その進化論を否定する人も確かいたはず。僕らの、あのー、一番大元は何なんですかえ、どういうことですかその、微人公なんですかミジンコ <laughs> 大元ですか大元。一番最初一番最初、まあ。一番最初は、なんか、 水の中で、化学反応が起こって、なんか電気だかなんだかで、化学反応が起こって、なんかできたみたいな <laughs> い、ね。それはもう確定してることなんですかねまあ、どうなんですかね化学っていうのは、いつでも結構変わってくんで学説が。まあまあ、確かに。なに今はそう言われてるのかなそうですね、今はそう言われてますね。うーん。僕らの一番直近の祖先は何ですかホモサピエンスですか <laughs> 祖先,祖先まあホモ・サピエンスは今のワイワイじゃなかったでしたっけそうなんでしたっけはいネアンデルタ・ール人でしたっけ <laughs> いやあれ確か別ですよね別でしたっけ、はい、いやなんかちょっと僕最近読み,読,み読もうとして読めてないんですけどサピエンス全史っていうのがあって、はい、まあなんかそこでちょっとそういうような話が出てきてましたねああ<ー>これもちょっとなんかすごい潤覚えな情報の話は どうかとは思うんんですけどなんか、うん、結構なんかお面白そうな内容を書かれてたんですけどまだ全然読めてないですね読みましたいやー結構話題になってますけどねあれですよねはいあのなんだっけな「ホモデウス」でしたっけ続編の続編っていうか最近出たやつその同じ作者が書いてる、はい、あの続編があるんですけどそれは僕図書館で 借りたたんですけど1ページも開かずに返却しましま <laughs> 結構なんか長いっすよね。そんなサクッと読める本ではないっすよね。そうですね。まあちゃんとしっかりじっくり読まないとなと思って。まあ予約待ちだったんですごい読めよって話なんですけど、まあ、サピエンス人士もまだ読んでなかったんであの読まずに返しました。残念、うん。まあそういう話なのかな。よくわかってないんですけど。まだからその アルコールが一切飲めないっていうのはアルコール飲まないその種の方が生き残りやすいというか適しあの現代っていうんですかその環境に適してるんじゃないかってことですかねっていう説があくまで説がありますっていうことですねなるほどだからそういうアルコールの進化っていうのもあるよってことですかあとは結構アルコールって弱い人とは特に飲んだら飲んだだけ健康をするって言いましたけど飲んだら 発ん性の発んのリスクが結構上がったりするんで、えー、これまた危ないっていう。これは本当リアルなやつですかこれは確かテレビで散々言われているくらいなんで、えー、あといろんなとこにも取り上げているんで、多分間違,間違いないかと。アルコールの方が、アルコールだ方が発ん性が高いってことです,かです。はい。なるほど。依存性も高いと、中毒性が高いと。結構そうですね。そう言われてますね。いやー。 そうなんですよね。結構アル,アルコールって現代に許された合法ドラッグみたいなところありますか、ね、いや、本当に。僕もね、あの別に飲まんでいいやろうて思うんですけど、なんでが飲んでしまうんですよね。<laughs> <laughs> それだいぶなんか危険な香りはしますけど。いや、本当に。コーラでいいと思ってるんですけど、飲んじゃうんですよね。<laughs> やばいですね。どうしたらいいんかな隠れ飲まない方が。<laughs> え、はい、隠れある中じゃないですか。いや、そう。飲まない方が圧倒的に次の日とかめっちゃいいんですよ。なんですけど、気づいたら飲んでる。はい。ってことなんですよねも。もう今も飲んでますからね。今も飲んでますよ。いつも飲んでますよ。日中は飲んでないですけど。はい。あの、危ない。<laughs> 危ない。危ない。お金かかりますね。そしてね。確かに。そうなんですよ。だからこう、健康でいたければアルコールをやめるべきっていうのは確かに。 おっしゃる通りということなんですけどもこれはじゃあどうしたらいいんだということなんですよ僕とかもね分かってはいるんだと頭では、はい、でもこうなんだろうな,なやめないねっていう感じなんですね <laughs> もうそこは医師じゃないですか医師なのかなまあでもある中で来るとこまで来たらもう入院ですよね <laughs> <laughs> あの誰でしたっけ TOKIO の人もね TOKIO <laughs> はいはいあの、ね、元 TOKIO のメンバーですね元 TOKIO のメンバーもアル中だったのかなアル中じゃないかって言われてましたけどねですよねはいまあ確かに人生においてアルコールの,あの重要性っていうのは難しいですねまあでもアルコール飲むのが楽しみだって言ってる人もいると思うんですよね、まあ、なんで僕があえて最初に健康でいたければってつけたのはそういうことなんですよなるほど 別に健康じゃなくてもいいから俺はアルコール飲みてっていう人はもうそれでいいと思うんですよね。まあでも、まあ、やっぱ健康で長生きしたいなって思う人は飲むべきではないと僕は思いますけどね。しかし昔からアルコールは飲み続けられてますよね。そうなんですよね。ええー。多分あのソクラテスも飲んでたんちゃうかな。<laughs> いや間違いなく飲んでましたね。<laughs> あの頃ワインとか普通にありましたからね。 いやですよね。いや、結構、その、偉人たちっていうか、めちゃくちゃ飲んでるんですよね。あの、前話してた。いや、そうそうそう。前も話しましたけど、あの、天才たちの日課で書いてるんですけど、めっちゃ飲んでるんで、まあ多分アルコールすごい飲んでるんじゃないかな。まあ、でもあと、はい。その、偉人たちはもう、アルコールどころじゃなかったですよね。ドラッグもやってます、ね、<laughs> ですよね。<laughs> <laughs> ドラッグは僕やってないですからね。 飲んでますけど、ドラッグは飲んでますけど <laughs> ドラッグやってはないですね多分違法なっ,っていうやってるっていうのとそのドラッグを飲んでるっていうのの違いは何なんだろうなまあでもほぼ同じじゃないですか同じですか <laughs> じゃあッグ違法かなドラッグの意味によりますよね処方されたドラッグを飲んでるんですよそれはドラッグですかそれはまた意味がちょっと違うかと思います <laughs> そっかじゃあドラッグって何な,なんやろうなドラッグって何な,なんですか トラック、はい、何なんですかね配楽のために使うもの <laughs> いやなんかやばいらしいっすねあの聞いたんすけどえ何がですかあのイギリスに住んでる住んでたことがあるあの人がいて高校生がいてその人が言ってたんすけどイギリスはもう高校生はみんなドラッグやってるって言ってました。 そののドラッグの内容にもよよりますよねなんか普通に手に入れてなんか結構なんかやばいことになってるって言ってましたよまあ結構ドラッグもものによって中毒性とか害が全然違って、はい、なるほどなんかよく言われるのはマリファナは大したことないけど、うん、コカインとかやばいとか言いますよねえー、マリファナってあのー、あれですかイーロン・マスクがラジオの番組ですそう,ですそうですったやつですか はははいはいタイマそうっすね、同じ。マリファナそうですタイマーがそうなんだ。日本は日本は禁止です。禁止でけ。そっかそっか。はい、捕まるんですよね。捕まります。まあ、でも、その、マリファナよりアルコールの方がやばいっていう説もありますからね。マジっすか。その依存性とか、害とかはい、はい、なんかいろんな総合的に見たらはい、はい。マリファナには依存性はないんですかまあ、あんまりないっていう話もありますけどね。うーん そんな害もないみたいな。やっぱアルコールって冷静に考えたら結構やばいと思うんですよね。なんかおかしくなるし、精神的に。<laughs> そうですね。なんか大体問題を起こしてる人はアルコールで問題を起こしてるっていうのはあるかもしれないですね。もうなんか金曜とか土曜の夜渋谷とか行ったらもうやばいじゃないですか。やばいっすね。もうラリっていう人ばっかじゃないですか。はい。そういう冷静に考えたら結構やばい問題じゃないかなって思いますね。 アルルコーははですよね。はい間違いいいなな。いやーアルコールとどう向き合っていくかっていうのは結構難しい問題やなマカオスさん飲まないですもんね僕一切飲まないですモスケさんはもうその健康を捨てて飲み続けるかその害をしっかり考えてやめるかそこはもう意思の力じゃないですかまあ確かにななんなんやろうなアルコールってなんかやっぱみんな飲んでるからっていうのがありますよねなあの 飲みに行ってとりあえず生って言ったらもうはいって感じじゃないですか <laughs> まあそれも結構危険性だと思いますね <laughs> そうそうそう飲み終わったらじゃあ次ハイボールハイミツみたいな感じであの行っちゃうんでそのままなしし崩的にこうう行っちゃうんですよね、はい、それをどうその流れをどう断ち切るかっていうのは結構難しい問題というかでも僕この前なんかあんま意味ねえなと思って。 アルコールってコーラにしたんですよ<お>全然問題なかったですね <laughs> <laughs> 本当フフんに、はい、あの何でお前コーラやねんみたいなそういう流れもないし普通にハイボール3つコーラ1つみたいな感じであのオーダーできましたし何ら問題なかったですねアルコールでなくても、うん、なんで多分別にアルコールじゃなくてもいい,い,いっぽいですねどうやらなるほどうん ウーロン茶とか最近だから結構飲みに飲み会というか人数多い飲み会はもう,うあのソフトドリンクにしてますね割と意味ないなっと思ってでもなんかこう人数少ない時ってそれこそ今も一人じゃないですかの飲みながらやってますけどなんかやっぱ一人で飲むとか人数少ない時に飲むのはなんかこう飲んじゃうんですよね何なんだろうな <laughs> 何なんでしょう 何なんだろうな、やっぱ味わってる感じがあるんですよね、アルコールを。はい。人多くなったらもうなんか、勢いで飲んでるって感じなんで、みんなが飲んでるから自分も飲むって感じになるんで、それはあんまりよくないなと思って、それはやめてますけどね。まあでもどっかで、この体が求めちゃってるんじゃないですか、アルコールを。そうかもしれないな。依存してる可能性がありますね。そうですねあ。それは危ないと。危ないです。 アルコールはそんな感じ。はい、次は、タバコ。タバコなんですけど、はい、まあこれもう言わずとも、発言性があるし、金かかるし、うん、もう全くいいことはないと。もうそんだけっすね。確かにな。<laughs> 僕、そうへんから、これ何も言わへんな <laughs> まあでも結構あの、アルコールと内容は似てると思うんですよね。ははい、はい体が求めちゃうみたい。うん、飲んだ飲んだで、すっとするみたいなところがあって、まあ、でも、 やっぱ健康にとってはいいことがないんで飲んでくれいタバコはそうですよね。はい、タバコはなんかこう、肺が黒くなっていく様子みたいな動画とかもありますよね。ありますね。あれとか見たらほんまに怖ってなりますけど。はい。うん。まさにそういうことですね。で、あと最後のカフェインなんですけど、これ結構みんな取ってる気がして。取ってますね。あの、コーヒーとかすげえ飲む人いるし。 あと、意外と緑茶とか紅茶、あれ結構入ってて、カフェイン。あれ結構やばくて。カフェインがですかはい。僕、前結構緑茶とかすげー飲んでたんですけど、はい。なんか、結構、胃の調子とか悪くなって、なんでだろうと思ったら、カフェイン結構取ってたんですよね。なるほどで。そっからカフェインやめたら、すごい胃の調子が良くなって、うん。なんか気持ち悪くなるとか、体調が良くなって、寝つきが良くなった、睡眠の質が良くなったっていうのが、 ありますね、実際にカフェインってあの覚醒効果があってあ,のあと胃腸にもなんか刺激を与えるみたいなのがあって、うん、結構カフェインって摂りすぎたらやばいもんなんですよね。でカフェとかもありますもんね、コーヒーやったら。カフェイン抜いてるやつ。でこれを結構抜いてみると僕体調はすげえ良くなったんでこれは意外とスす,す,めです、ね、うーズ。ん。レッドカフェ、レッドカフェ、レッドブルーはどうですかカフェイン入ってますかねあれも僕飲まないです レッドブルにカフェイン入ってんのかな入ってますね。今日も飲んだんですけど。バリバリ入ってます。あのレッドブルとかモンスターエナジーとか飲みすぎてカフェイン中毒になって運ばれたみたいな話ありますよ、ね。レッドブル飲みすぎて死んだみたいなありましたよね。すすはい、カフェインが良くなかったんですかあれは。カフェインだと思いますね。他にもあるかもしれないですけど。よく言われるのはカフェイン中毒。なるほど。なんか僕格ゲーの大会行ったら結構。 レッドブルとかそういうの配ってたりするじゃないですか。はいはい。で、レッドブルどうですかって聞かれたんですけど、うん、僕、いや、はい、いいですって断りましたからね。ね <laughs> いや、なんかあるらしいですよね。なんか日本のやつってちっちゃいけど、はい、なんかアメリカのレッドブルめっちゃでかいって聞いたことがありますけど。はいはいあのアメリカ人とかって結構体が強くて、あのアルコールとかもそうなんですけど、結構飲んでも大丈夫って人が多いんですけど、なるほど。日本人そんなアルコール強くなかったり、 カフェインとかも薬物が強くなかったりするんで結構体にすぐもろに出ちゃったりする場合が多いんですよね。レッッドブルウォッカとかありますよねそういうレッドブルのアルコール飲料とかだからなんかお,お酒飲むとタバコ吸いたくなるみたいな人もいたり聞いたことがありますけどじゃあレッドブルの,あのカクテルでタバコを吸うっていうのはもう一番良くないってことでですすねねもうそれ間違いいなですね。 死にますね。もう揃ってますねやばいすやなんか北海道行った時にあのバーがあったんで行ったんですけどそこはなんかシガーバーみたいな感じで、まあ、お酒飲めるんですけどお酒とあのシガーってあのなんていうか葉巻きみたいなやつ、はい、あれも一緒なんですかねタバコなんですかねシガー。一緒ですね、うん。あれも吸ったことないんですけどなん,かなんかちょっと惹かれるものはありますね。もうそれ3つ揃ったらもうサルトル並みじゃないですか。<laughs> <laughs> いやなんかね、はい、あれなんかええなーって思いますけどねなんか別に何がええなーってわけじゃないんですけどなんかこうってなんかなんかこういいなーって思いますねったことはないけどかっこいいなーっていうかなんかこう体験としてなんか良さそうというかそのなんかなん,なんかタバコのその煙がとかじゃなくてなんかこうパイプとか。 葉巻とかってなんかこう昔のなんですかあのホームズとかに出てくるイメージなんですけどなんかこうなんかこう心惹かれるものがありますねそれかっこいいなじゃないですかかっこいいなじゃないんですよなんかこうなんだろうな火が好きなんですけどやっぱり僕は火が好きだからといってあの放火とかしないですけどなんか火を見るのがやっぱ好きなんですよね 本質的にじゃあ暖炉とか好きなんですか暖炉めっちゃ好き <laughs> あの欲しいんですよ暖炉暖炉はあのオーブンオーブンっていうかあのなんだあの家の暖炉か暖炉じゃないなえかまどかまど <laughs> 暖炉じゃないですかかじゃな何だっけ暖炉暖炉かストーブストーブありますよねはい,いやあったんですよあの バスで富良野まで行ったんですけど、はい、途中道の駅行ったらあの薪,ストその薪ストーブ薪ストーブがあって、はい、めっちゃ高いしその薪ストーブの中でこう薪がこうパキパキって言いながらこう燃えている姿がすごい良くて欲しいなって思いましたね <laughs> なるほど薪ストーブ。薪ストーブ作ろうと思ったらあの多分一軒家じゃないといけないし、はい、ちょっとハードル高いですね今。 北海道なら石油ストーブならありました、ね。なるほど。薪ストーブではない。薪はちちょっっとと用になっちゃうと思う思んで。コスいや、でもあったかいみたいですよ。ああまあ。でも結構薪をくべたり、薪どっかから持ってきたりする必要ありますから、ね。そうですね。石油ならガソリンスタンドから <laughs> <laughs> とか。いや、そうですね。はい。なんか最近の薪ストーブはなんかこういろいろ考えられてるみたいで、煙が昔はなんかこう、 僕も聞いた話なんですけどそのまま煙突に行って日が日がとかのかぬくもりがあ,のあまり伝わらなかったんですけど、はい、それをこう薪ストーブの中でこう一回循環させるみたいな動きをその空気の流れ作ってあげることですぐにこう暖かい煙が外に上がっていかないみたいな仕組みになってて、はい、なんかすごい暖かさが増してるって聞きましたね。なるほど薪ストーブ じゃあ将来イスケさんが大金持ちになったら一軒家建てて薪ストーブを作るとそうです楽しい薪ストーブ絶対作ります <laughs> 大金持ちにならなくても作りたいですねなるほど、はい、楽しい、ね、めっちゃいいなと思ってあの前ちょっと前にテレビでやってましたけど薪ストーブの家族夫婦の番組番組っていうか番組の中で夫婦出てきて薪ストーブあるんですよみたいなのやっててはい あのそれを目当てに友達が遊びに来るとか言っててなるほどまあなんかいいなーって思いましたねなんかこうゆらゆらと火が燃えててじゃあ助さんが作ったら僕行きますねいやーぜひ来てください、はい、あのそれもあのー、オフ会<深> <laughs> やるんでね薪ストーブを囲むオフ会やるんで <laughs> マスカン助さん手でそうです、ね <laughs> <laughs> まあでもその薪ストーブに行くのはちょっと遠いんで火、はい、を見るっていう意味ではバーベキューかなまずバーベキューいいっすね。前にバーベキューやったんですけどこの話知ったか分かんないですけどバーベキューやった時にあ,のあまりにも燃やしすぎて僕事前に、ま、あの火を炊く係だったんですけど。 あのみんなが集合するまでにあの薪全部燃やしちゃってな <laughs> <laughs> くなっちゃったんですよねあの肉とか生きさえ焼く前に全部燃やしきっちゃって薪っていうかあの炭ですね炭を全部燃やしきってしまってな、はい、くなっちゃったんであの後でこう合流する人にまた買ってきてもらうっていうぐらいやっぱりを起こすのがすごい好きなんですよねなるほど うん、日を見てこう日に扇風機じゃなくてうちは仰ぐのが少し好きなんですよね。なるほど。わかりますいや、なんとなくわかります。何なんだろうな、あの、<laughs> っていうのは。何なんですかね <laughs> 落ち着きますよね、日って。ぶっちゃけ僕そんな落ち着かないです。うそ。はなんか、日見ると怖えって思っちゃいますね。あ、ほんとっすかはい。 なななんんんやろうな火ってなんかすすごい落ち着くんですよねだからあの「ディアブロとかも僕 <laughs> あのメテオじゃないですかそれで, <laughs> それで選んでたんですか <laughs> いや関係ないんすけど、まあ、メテオっすよねやっぱ「火属性」っていいなって思うんですねやっぱ雪っていうかその氷よりかはやっぱ火かなっていうなんかネットで見かけた話なんですけど、はい、小さい子供は水か火か石の3つのどれかに執着するみたいな。はい 言<ほ>うの <laughs> 見て <laughs> 多分スケさん火だったんだろうなって今思いました <laughs> 水か火か石石 <laughs> でもちっちゃい頃に火って近づけさせられないですもんねそうですね,ねだから、はい、石だったんじゃないですかねえ石だったんですかいやわかんないですけどなかったか火がなかったから多分でも本当に好きだったのは火だったみたいな まあでしょうね。まあ今好きですもんね。火めちゃ好き。<laughs> いやちょっとスケさんと付き合いまあまあ,ありますけど、これ初めて聞きました、ね。<laughs> マジですか。火が好きなんです結構有名ですけどね。そうなんですか。はい。業界では。業界では。はい。<laughs> なるほど。うん。なんでまあそういうのもあって、そのタバコのあのシガっていうのはなんかなんかそういうので惹かれてんのかなって思いますけどね。まあ吸わないんですけど。 まあなんか気にななりますねなるほど。うん、じゃあもしスケさんの熱心なファンがいたらあのろうそくとかプレゼントすると喜ばれる可能性があるんですかろうそくはそんななんですよね。<laughs> 何なんだろう火そのものではないんかななんかひょっとしたら火そのものじゃないかも。じゃない。薪かも。薪薪とかとか気が燃えてるのが好きなのかもしれない。ああ うん、じゃあちょっとあのシガレットとか違うんじゃないですかああ確かになかいやでもなんかこう確かにな赤くなるじゃないですか燃えてるんか空気が当たってあれがなんか好きなんですよねあじゃあこの赤くこう燃えてるのが好きみたいなそうそう,そう赤くこう光ってるのがなんかろうそくが燃えてるとかっていうのはちょっと違うんですよねあろうそくはその火そのものですからね 見えるのそうそうそう。だから鉄とかの、はい、あの赤くと溶けてるとかあるじゃないですか。はい。あれめっちゃ良くないですか。あお、あお。あの鉄鋼、<laughs> 鉄鋼炉の <laughs>、はいはい。鉄鋼の炉の中の鉄とか、あの製鉄所の、そう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 。あの最後ターミネーター2で、そう。最後のシーンの <laughs> そ<う>。<laughs> そうそうそう。あれめっちゃいい。 あれめっちゃいい。あれめっちゃいい。だから僕は <laughs> あの、最終的には、はい、鍛冶屋かも。鍛冶屋鍛冶屋になりたいかもしれない。<laughs> あ<ー>だから、そっちっすね。どっちかってそっちかもな。なんか、壺作りたいとか言ってたじゃないですか。壺もだからそれっすよね。で<も>違うか。壺火あ、壺焼くとき使うか。焼くとき。<laughs> <laughs> まあでも焼くよりかは、まあ、壺自体は別に、 ちょっと違うかもな、つぼは。だから、どっちかというと、鍛冶屋の方がいいな。じゃあ、あの、鉄を突っ込んで、カンカンカンみたいな。あ、そう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 。<laughs> やりたいな。<laughs> じゃあ、ワンチャン職人ありますね。あります。刀職人とか。そうそうそう。<laughs> 日本刀ね。日本刀あとあの、ガラスとか溶けてるのとか、めっちゃよくないですか小樽オタル行きました。オタル行ったことないです。 オタルガラス製品有名ではし、い、かるべきとこに行けばそういうのあるかもしれないですね箱根とかにもあってそういうのはやったことありますけど、ね、お箱根にもあるんですね箱根の,のコップ作るやつ拭いてこう作るやつできるんですよあー楽しかったっすかめっちゃ楽しい <laughs> でもあの拭くのはそんな僕別にどっちでもいいんですよねどっちかっていうとそのストローの先にガラス つけてそれをこう炉に入れてるそこをやらせてもらえないんですけど、はいはい、そっちのが好きですねどっちかっていうとあそのガラスが赤く燃えてるのが好きみたいそう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 これ多分でもみんなそうやと思うんですけどねえそうっすか <laughs> いまそこにこだわりないです、ね、あそっかむしろなんかあれ見るとやけどしそうで怖いなって思っちゃうんですよ、ね、そっかいや意外いいっすねあのその製鉄の 溶けた液体になった鉄がバーみたいなあれ見ると、はい、もうあん中入ったら即死だなと思うと怖くて確かにあんまり僕魅力的に思えないですけどまあもちろんその中には入らないんですけど、はい、安全なとこから見るのはいいですけどね、はいまあ、安全ならいいですけどでもなんかこう暑さとか感じるとちょっと怖いなって思っちゃいますねまあ確かになでもみ見てたいなっていうそのずっと見てたいなって感じですけどねじゃあ YouTube とかで その製鉄の様子とかの動画を見て、動画見て。ああ、なるほどね。すけさん、いいなあとか思ったりするんですか。いや、やったことないんで、ちょっとやってみます。<laughs> なるほどそういうめっちゃそうそう。でも、薪ストーブはやりますけどね。あの。あの、ニコ生でありましたよね。何十時間。まあ、耐久の。そうそう。あの、焚き火っていうアプリがあって。はい。アイフォンで、あの。火が燃えてる様子をひたすら流れて。たまにこう、気をくべるっていうアプリがあるんですよ。 焚き火っていう、あの、すごいっすよ。だんだん減っていくんですよ、気がけ。結構リアルなんすか結構リアルです。パキパキパキってちょっとあるかも、ねえー、<laughs> 結構リアルで。はい。それもすごい良かったっすね。まあ、なんか、火が好きっていう話でしたっけはい。何の話でしたっけえ、タバコの話から。<laughs> そうそう、タバコは良くないよって言うんで。死が憧れますよ、ねすね、そうっすね。 <laughs> ちょっと今回は大丈夫かっていう気がしてきましたねだんだんまあ今回はあの、はい、はいどうぞ今回はすけさんが何が好きかをなんか明確になってすけ <laughs> さんの人生が豊かになったっていうことですね確かに進路がちょっと見えてきましたね僕の、はい、確かにな日に関わる仕事を僕やってないですもんね考えてみればじゃあその赤いパキパキしてるものに関われる仕事をいいかもしれないですねそうそう 確かに、これ、これ、これ。あっ、ちょ,っと,ちょっと、<laughs> 音が聞こえる <laughs>。これ、はいはい。これ、焚き火です。聞こえますね、パチパチ。パチパチ、聞こえますよね。これ、焚き火のアプリです。でこれ、たまに。これ、実写なんですよね、しかも。ええー。うん、すごうですねあ。でもなー、やっぱり、そういうのって結構大事だと思いますね。人生において。 何に対してうるさいな <laughs> 何に対してこう、はい、<laughs> 消えへんやあれちょちょちょれバックグラウンドに流れてるんですか <laughs> うん消えた消えた何に対してこう喜びを感じるかみたいなのって気づきにくいっすよねそうなんですよね孫さん何んかありますえ僕が好きなもんですかはいえー、あーあ<僕>本質的に好きやなみたいな なんだろう僕、擬音語とか擬態語は好きですどういうこと <laughs> ペラペラとかパラパラとか。おごちゃごちゃとか。なんかそういうの。全然でもなんか最近、そういう動画ちょっと流行ってて、ねはい。ああ、あれですかなんか略語忘れちゃいましたけど。 なんだっけ ?ASFM みたいなやつですかそんな感じの略語のやつ。まあそれに近いと思うんですよね。はいはい。なんかささやきボイスをホーのマイクの近くで喋って、はいはいはい。それ聞いてみたいなやつですよね。<laughs> よね <laughs> <laughs> それとちょっと近いような。確かにな。何、はい、でしたっけわからんな。何だったっけ、AS、なんか AS なんとかという。 なんかそんなんちゃうかったっけ ?ASMR か。あ、それだ。ありますよね。なんか僕それで言うと、あの、切ってる音。野菜切ってる音とか結構好きっすね。ああ。さすが料理人。そういう ASMR たまありますよ。ありますね。はい。ひたすら野菜切ってるやつ。はいはい。で、なんかこうサイコロを切ってるやつみたいなやつが流れてて、すげえいいっすよ、はい、あれ。 サイコロいやすごい良かったんですよいや結構ありますねこれ殺してみると音か音まあ擬音語擬態語オノマトペってやつですねはいはいはい、はい、そういうのにやっぱでも本質的な部分ってあるんやろうな、うん、このその人が何を好きかみたいなのって結構現れますよねありますねうんそ,そこ深掘っていくっていうのはうん 明確ににするると人生が豊かになるかなもあると思うあんまりこう深掘ったことないと思うんですけど僕で言うともうなんか結構近いんですけどあの、ね、YouTube でめっちゃ好きなのが Technology ああなのプリミーティブテクノロジーっていう動画知ってますああ知らないっすあのプリミティブテクノロジーっていう動画が好きで好きでこれは何かっていうとあのジャングルっていうかあの山ん中であの 1>, 1人のおっちゃんが何もない状態からいろんなものを作る作って生活していくっていう動画なんですよなんかこう瓦作ったりとか道具作ったりとか、はい、それこそあの火起こすのも最初はこう,こう、はい、木で起こしてたのをなんかこうよりこう現代風にこうどんどん,どんこう火起こしを風起こす機械とか作ったりとか、はい、っていうのを。 まあだから最初何もない状態からちょっとずつ技術を獲得していくみたいなそういう動画なんですよね。どうですかあ<ー>全く惹かれないですかいやでも僕も好きかも。<laughs> なんかツイッターで一から寝床を作るみたいな動画があってなんかそれ見てああ楽しいなーって思いましたね。そうそう。んから移動っていうか移動作ってるやつとかね。お<ー>あのろ過したりとかしてちゃんと飲み水にするみたいな。はい い、えー、いうのがすごい楽しいなって、うん、寝床を作るのもそうですな何かそういうの何人が本質的に眠ってんのかなっていうのは感じたりしますね。ほ<う>うん、なんか僕結構よく考えるのは僕らって結構技術持ってるじゃないですか今の時代って。でも実際自分が知ってる技術ってどんだけあんねやろってよく考えるんですけど要するにタイムスリップした時に。 なんか100年前に戻ったとしてその全く同じなんか現代のものは一切持っていけないとしてははい、はいその自分が未来人であるということをちゃんと伝えられるだろうかみたいななるほど話なんですけど,どはっきり言って結構難しいんちゃうかなって思って確かにその身についてる技術っていうかすぐパッと出せる技術ってだいぶない気がしますねそう,そ,うそ,うそうなんですだかかからニューなんか未来予測とかはまあ 一旦置いとくとくして技術としてこういう未来にはこういう技術があってこういうのを活用したらいいよっていう話でもいいし別になんかその納得させられなかったとしても作り出してほらこれやでって言えるものって私どんだけあるんだろうって思うとほとんどないなっていう今ある技術にすごい依存したものだなって思ったりするんではい、はい、そういう意味でなんかこう。 これは全部、何がなかったとしても、一から全部自分で生み出せるものみたいなのが結構好きやなって思ったりしますね。う,うん、まあ、ないっすね、僕も <laughs> 結構難しくないですか。そうですね、難しいっすね。本当なんか職人とかじゃないと、そういうのない気がしますね。ですよね。なんかまあ知識でもいいと思うんですよね。その、なんか数学の証明とかでもいいかもしれないし、それはなんか言ってできそうじゃないですか。 ななんか分かんかかあでもピタグラスの定理くらいいいしかちょっと思いつか思つないですね <laughs> <laughs> そうそうそうなんでって言われたら「うん」みたいな <laughs> 感じになっちゃうっていうかなんか結構難しいなって思ったりしてだからなんか多分そういうのが結構僕は考えたりするんですけど、はい、そういう意味でなんかこう全部自分が一から全部知ってて全部できるっていうのは結構僕の人生においては結構大事な。 要素になっていていだからその就職先選ぶ時もなんかあんまりこう全体感が見えないというかなんかある工程の一部にな入ってそこだけをひたすらやるっていうよりかはちゃんとこう1から10まで全部やるような仕事がいいなみたいな思ったりしてましたねでもだいぶスケさんがやってる IT とかって難しくないですか<笑><笑>ああまあ今そうですね今江戸時代タイムスイップしたらもうパソコンないと何もできないと思うんですよね <laughs> <laughs> そうっす、ね、なんでなんだろうでもなんかあると思うんですよね。なんかいやなんか例えばなんだろうなそのあのあ僕は全然できないんですけどあのマインクラフトとかであのレッドストーン回路っていうのがあってははい、はいあれでなんかいろいろ装置作ったりするじゃないですかあれって結構プリミティブな技術使ってると思ってて回路があってオンオフがあってこうスイッチを押したら 電気流れるし電気流れへんしっていうのとかあるいはそのパルスみたいなやつでこう定期的にオンオフが切り替わるみたいなのってなんかああいうのって理解してればそれがそのままこう建物とかに生かされてるわけじゃないですかマインクラフトだとなんかああいうのってそちゃんと理解してればなんか持っていけそうな気しますけどその回路とかで導線をどうやって作るんかとかまあなんかこうなんとかするとしてはい。 なんかそのすごいプリミティブな仕組みからちゃんとそのコンピューターの原理的なものをっていうのをあの知ってるトランジスターっていうのはこういう仕組みだとかっていうのをちゃんと理解してれば割とこう持っていける技術なんかなって思ったりそうっすねうんなんで結構好きなんですけど僕は全然できてないですけど、はい、僕もできてないっす、ね、その、うんハード寄りなところで CPU ってどうやってできてるかとか まあそういうのって結構理解しとくと面白いなと思ったりまあでもコンピューター1から理解するのって難しいっすよねうん僕もなんかだからすごい簡単なコンピューターは自作したことがあるとかっていう経験は結構面白いっていうか、うん、まあなんかそういう観点で1回は経験しておきたいなって思ったりします、うん、だから味噌作りとかもそれに近いんですよね、はい、だから味噌のない時代に行ったら僕は一応 <laughs> 味噌はこうやって作る。まあ無理か。塩麹とかは作られへんから無理やな。うん。かなかなか結構そういうのが結構原点にあるんじゃないかなって思いますね。僕の。なるほど。あらゆることに。その原理から理解するみたいな。そう。なるほど。うん物も。物事はやっぱりちょって言うと。はい。知らんことがあるとなんかちょっと嫌な感じ。はい。なるほど。<laughs> あります僕っすか。<laughs> うん。 いやあ、ちょっと思いつかないな。あんまないっすね。もう僕は技術わかんないまま生きてるんで。はい,はい。パソコンも味噌もどうなってんのかわかんないまま生きてる。<laughs> いやだからそれが多分僕のなんか生きていく上では結構つながってるなって。意外にこう考えてみると、あ、味噌もそこにつながってたんかみたいな。はい、日が好きなみたいなのも結構なんかそこにつながってるんじゃないかな。日,日が好きなのってやっぱなんかもうっと。 なんか雷があれば行けるみたいなすごいプリミティブだから好きなんちゃうかなと思ってて <laughs>、はい、あるある種はい、えー、なんかやっぱその一番プリミティブな要素でかつすごいこと、はい、っていうのが火なんじゃないかなと思ってて割とすけさんはプリミティブなもんが好きと <laughs> そうですね <laughs> プリミティブすけさんってことで <laughs> <laughs> そう そういうのあると思うんですよね。マゴスさんは。僕はちょっとパッうあると思うん、ね、パッといつなですかね。なんか,なんかそういうの考えてみて面白いですね。はい、なんか全然話違うことになっちゃったけどな。何の話やったっけみたいな。<laughs> <laughs> すいません。なんかついつい話しちゃうな。もう1時間49分なんで。はい。そろそろですね。じゃあこんな感じで、うん。今日のまとめちょっとお願いしていいですか。まとめははい。 助さんはプリミティブであると。<laughs> <laughs> 原始的であると。まあ、確かに、アルコール好きなのもそこにつながってるかもな。プリミティブ <laughs>。<laughs> まあある意味、生物的な欲求をプリミティブな欲求かもしれないですね。確かに。アルコールっていつから飲まれてるんですかあれも古代ギリシャには余裕であったんで。もうだいぶ前からです。よ日が起きる前から飲んでたんですかね 日を知る前からちょっとパッとわかんないですねでもいい勝負じゃないですか <laughs> もしかして <laughs> そうなんだアルコールっていつからあるやろなんか,かなりプリビッチなんかな古代ギリシャの神話だったと思うんですけどはいなんか木のくぼみにあのブドウの腐ったのがたまっててはい、はい、それが液体になってて舐めてみたら美味しかったみたいのがワインの始まりっていうはははいはい、はい、のなんかちらっときてございますなるほど メソポタミア、紀元前8500年前の古代メ,メソポタミアでお酒が作られていた記録が残っているらしいですよ。よ <laughs> <laughs> そんなにあれっすね。あの、日よりはさすがに新しいんじゃないですか。火 <laughs> っ,って、火っていつでしたっけ火はもう北京原人とか使ってたんじゃないですか。火の発見。 ひ <laughs> 発見したん140万年前やっぱり <laughs> 北京源氏何か、まあ、いろんな説があるみたいですねどうやら <laughs> ですよね <laughs> 今回は、ね、ちょっと確かにプリミティブな話が多かったかもな交互浴の話も孔五 <laughs> 浴はじゃあ一体いつから <laughs> <laughs> 温泉の歴史はちょっとわかんないですね そうとなんかいろんなことがいつからやられてるのかっていうのは結構興味深いですね。<laughs> やっぱそこに興味が向いちゃうのがプリミティブスケさん,んです、ね。<laughs> タバコとか。タバコ。タバコは南米ですね。南米なんですね。確かそうだっけちょっとその辺も全部調べて、ちょっと変えておきますね。はい。小の音に。小の音にね。 ディアブロがじゃあいつからやられるようになったかとか。ディアブ。まあなんかそういうふうに自分の根源的な欲求に向き合うのは人生にとっていいんじゃないかっていうことで締めたいと思います。はい。じゃあ本日もありがとうございます。ありがとうございました。